こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、神奈川県横浜市の、上大岡の駅前ですね。何区になるんですかね。ちょっと何区まではね調べてないんですけど、上大岡の駅前に来てます。ここからね、駅のね、どっち側って言えばいいんですかね、西側をね、ぐるっと、ね、歩いてみたいと思います。かなりね寒くなっていたので、もう少し防寒対策してくればよかったなと思ってるんですけど、こっち歩いていきましょうかね。京急があってで、横浜の市営地下鉄のブルーラインの、路線が通ってる駅でもあるんですね。ウィング上大岡っていう、駅ビルみたいな感じになるんですかね。上大岡も駅降りるのは初めてです。車ではね、何度か通ったことあるんですけど、ちょうど紅葉のこのイチョウの木がね紅葉してるんですけど、それがライトアップされてて、なんか普通にこうやってねライトアップというか、このイルミネーションつけるというのとはまたちょっと違う感じで綺麗ですよね。ポストの上で赤ん坊が乗ってるんですけど、これはヤビ、ミオカ、ミオカっていう駅前の商業施設が、信号を渡りたいんですよね。で、こっちにも商業施設があるんですね。赤い風船って書いてるんですけどね。イルミネーションを見るとやっぱりだいぶ師走感が出てきましたよね。
ウィングの建物の上にはこんな感じのね、バスターミナルとか駅とかね、そういうのが一体になってるような商業施設です。江南区ですね、横浜市の江南区。ロッテリアがあったり、すぐ待ってる人がたくさんいて、ここの商業施設のリノベーションは結構立派ですよね。そして子供がめちゃくちゃゲームスイッチをしてます。寒い時バス待つの辛いですよね。だんだん寒くなってきたんで、バス待ちが都内とかだと結構ね、バス待ちの、 あの停留所何個前に来てますとかっていう案内がだんだん充実してきてね、まあ、ちょっとね都心から離れるとそういうのなくなるみたいですけど、あとどれぐらい待てばいいかが分かるとだいぶ変わりますよね。通りもなんかラーメン屋があったりとか、というかめちゃくちゃ渋滞してますよね。ここにね、アーケード商店街があったりするんですけど、
私半額。握り寿司か半額みたいですね。それで人が並んでるみたいな。こっちにもテイクアウトで人が並んでるんです。すごいですね。でこの辺まで来るとちょっと人が落ち着くんですけど、この右は神岡タンタン中華、結構人が外で待ってますね。そして隣が種屋さん、金物とか種屋さんですね。家系ですか。そしてやっぱりどこでも今結構目立つ高級食パン屋さんなんですかね。今1本2斤が864円、2斤で864円は安いんですかね、高いんですかね。なんか相場が分かんないですよね。ではね、ちょっと駅の方に戻って行って、そこで撮影を終えたいと思います。なんか相場感が本当、高級食パンって大体どれぐらいなんですかね。普通の食パンだと一斤が200円とかそれぐらいですか、2、300円とかですかね。まあでも2斤とかだったらまあ500円とかそれぐらいなんですかね。まあそう考えるとやっぱり2斤で864円は結構いいお値段かもしれないですね。ではね、ちょっとこっちが駅で、ここのね交差点で、撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねをしていただけると嬉しいです。ではありがとうございました。